東京も激しい雷雨となっております。いただいたリポートで見ていきましょう。東京都福生市からです。本格的な雷雨、雷鳴も近づいていますということ。雨雷ともに強くなっているといったコメントでした。広い範囲で雨の報告が並んでおります。雨雲レーダーで見ても分かる通り、より発達した雨雲の下では雨がザーザー高レベルと激しく降っていることが伺えますね。雷も鳴りやすい状況です。ここで落雷マップもお伝えします。19時の段階見ていきますと、東京、埼玉、茨城で雷のマークがついていて、落雷要注意、この後も強まる雨でしたり落雷にご注意ください。アプリからも最新情報を見ることが可能です。ぜひご活用ください。